い、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間がやってまいりました。はい、私はですね、今現在、もう長野からもずっと帰ってきて、その後もですね、旭川に行ったり、まあ、ちょっとね、梅雨明けとかそういう時期だったんですけど、まあその後名古屋に行って、長野、旭川、名古屋、そして東京で新宿に来まして、ようやく落ち着いたところです。だからこれでラジオをね、皆さんにね、大量にね、聞いてもらおうと思って、一人ですけど、星の話をしたいと思いました。はい、でね、今日私が話をしたいことは、本当は冥王星の話がいっぱいあるんですけど、冥王星まだまだちょっと情報が足らないのでね、天体望遠鏡、まあいろいろ思うんですけどね、いっぱい売ってますけど、まあ夏のペルセとかね、またそういうのもあるけど、まあペルセスタ流星群と望遠鏡全然関係ないんですけど、やっぱりこの際望遠鏡を買うときに、やっぱりどういうふうに目安をして買ったらいいかってことで、何社かを比較しましてね、ちょっとね、望遠鏡の話をしたいと思うんですよ。で、実はね、火災、これは火災トレーディング社の、まあコンパクトの8000っていうのがマクスとか 11.3 っていうのがね、共闘が出たらしいんですよ。あ、いけね。言うの忘れた。星空の招待席言うの忘れました。まあいいや。うん。で、これが 25,920 円と。うん、見るからに絵で見るととってもいいんですけど、何に使うんですかね、これね。ね、例えば低倍率での星雲先端観測から高倍率の惑星観測までフル対応し、熟練観測者のサブ機として使えますと書いてあります。で、値段安いんでね、なんか遊びで飛びついちゃうような気がするんですね、僕なんかね。で、基本的に言うとこういうものっていうのは8センチでしょ、レンズ8センチしかないんですよね。それで F11 っていうのは結構長いですから、まあ低倍率も高倍率もあるけど、少なくとも8センチじゃ木星見たって全然大したことない。うん、ほんと。それでね、星雲先端なんか暗くて全然ダメですよ。大きいのばっかり欲しいんだから。だからそういうこと考えた時に、望遠鏡ってどうやってこんなもん作るんだろうなってわかりません。まあ天体写真を撮るにとも小さい。私の男の一番小型の機種でさえも、単なる自動性、星導入型でも15センチあるんですね。それでね、今回は3社実は、天体望遠鏡のすごいそういう会社をね、ちょっと私の方から抜粋してお話ししたいと思います。まあ入門用として昔からね、よく頑張ってるなっていうのはビクセンって会社があります。で、このビクセンって会社は本当に入門シリーズでいろんなものが出てまして、まあ入門って言っちゃいけないのかな。専門的なつもりなんでしょうけど、なんか一つ足らないと入門に思っちゃうんですよ。でも、わかりやすく言うと、スターバルシリーズだとか、もっとね、高いんだと GPD シリーズ赤道儀とかね、いろんなのがあって、それ以上に、まあ、これセレストロンと組んだのかな、反射の、なかなか大きいやつも持ってて、うん、だからそういうことを考えると、おっと待ってね、これどうなっちゃったんだ、なんかちょっと変な感じだぞ。はい、動いてる動いてる。はい、まあそうですね。今ね、ネットがちょっと固めました。反射式ニュートン式やセミアポクロ、SD アポクロマートですか。型ディオプトリック式とね、まあいろんなね、専門的なものをたくさん作って望遠鏡ですよ。あと、ポータブル赤道儀って言って、わかりやすく言うと、天体写真だけを撮るやつ、ポラリエスタイルとかね。あと、対空双眼鏡。みんなその中途半端なのもいっぱいあります。で、まあXD 赤道儀ってのが出て、そのシリーズが出て、赤道儀のセット、ちょっとこれだけ見てみましょう。少し大きいやつです。で、これは、本格的な赤道儀。それに、いろんな望遠鏡上に載せるわけですけど、150万ぐらいしますね。はい。26センチ、合計26センチのそういう赤道儀で、160万と170万ぐらいします。26センチってどういうことかっていうと、これをね、ミード社っていう会社があるんですよ。ね。これアメリカで、実はこれすごく安くて、ショップではない、ミード社のなんか望遠鏡見てみましょうね。同じく25センチクラス、でかいやつ、うん、25センチクラスだと、ところがこれ安いんだよな。ちょっと待ってください。25センチですね。ちょっと見てみて、値段。どのぐらいだろう。ありましたら、ね、108万ですか。50万安い。で、精度はって言ったら、天体導入精度は間違いなくこっちの方がいいですね。うん。で、それと同時に、そうだね、映像、画像も多分、どちらもいいでしょうかな。悪くないでしょう。さあ、そこでです。日本にもう一つすごいメーカーがあるんですよ。高橋製作所ってのがありまして。これがもう今、世界で一番最もすごい高いんだけどね。で、贅沢なぐらいにすごい赤道儀で、製品情報見ましょうか。同じ大きいやつだと、26センチクラス、鏡頭、これ鏡頭だけで見るのかな。うん、反射望遠鏡行ってみようかな。望遠鏡の選び方、反射望遠鏡、赤道儀、鏡頭。鏡頭これんだよな。結構見るのがね、大変なんですけど、やっぱり、あ、25センチクラスでいいか。ありました。あ、これは、屈折ですね。ダメですね。まあ、でもこれね、300万以上するんだよね、多分ね。製品情報よく書いてありません。あんまり親切ではないですね。30MT2、うっ
これ、あ、反射鏡終わりました。さあ、値段が、スペックは知ってます。とにかくものすごく重くて、重量があります。それで、非常に高い。専門的に、見るだけではなくて、なんだろうな。うん、要するにいろいろできる。ただね、俺これで言いたいんですよ。今、ボイケの話こうやって言ってますけど、どれも目的なんですよ。目的のために何が必要かってこと。でね、最近私がもしかしてもうちょっと広い場所があれば、自分の望遠鏡を駆使したいんですけど、40センチのレンズ持ってます、私は。で、この間来ましたペンションの、星のね、家には、45センチがあるんです。このレンズの大きさって、どうやっても高橋が数百万、300万とか500万で売ってる、25センチとか、それ比べたとしても、全然やっぱり40センチの安い。俺なんか2000ドルちょっとだったかな、買った時。勝てないですね、これね。もうそれにね。うん。やっぱり、一番大事なのは大きい光景を望むものを見たいからなんです、僕は。星雲とか星団とかほうき星。これは、とにかくレンズが軽くて大きいものじゃないとダメです。例えば惑星とか、そういうものをしっかりと見たいとね。そういう時は高橋のにかなうものないですね。やっぱり高橋のホタルイソとかそういうの払うものないし。まあ、ビクセンの望遠鏡でも、まあ、安くてね、一般的に買えます。それでも、150万とか60万ってどう思いますか？うん。ね。で、望遠鏡って実際にこんなに高いもんじゃなくて、これはこの中でも高級鏡言ってるわけなんですよね。うん。だから本当に皆さんが天体望遠鏡を選ぶときはそういうときに、ちゃんとしっかり、そういうと見ないと、うん、失敗しますね。買うときは。はい。まあ、この、AXDVMC260L、-PD、これはビクセンの望遠鏡ですけど、カートに入れるじゃねえだろうって、162万8000円、ネット特別価格、うん。まあ、正直言って、ビクセンの望遠鏡でこんだけお金出すのは、狂気の沙汰だと思いますね。はい。で、ミード社。ミード社にもいろんなのがあるんで、安いものもあれば、もう高いのもあります。もしかして単純に、大きな望遠鏡、LX80 シリーズってなのかな？これは80シリーズはちっちゃいんだ。はい。まあ、そういう、まあ、全自動追尾で、星が見れるスタイル。うん。それと、ドブソニアンスタイル。これは私が持っている、ライトブリッジっていうね、スタイルで、これはもう分解して、いける最中で、大きいやつ、どのぐらいだろう。16インチ、36万2千円。いくら？安いね。はい。36万円で、なんと、40センチが買えます。はい。まあ、これもミードのいいところでしょうね。高橋製作所、値段すら書いてません。はい。著作権シート、プライバシーとこのことがあって、スペックがあって、でも、赤道儀が何であるとか、そんなことは書いてありますけど、値段書いてませんね。こういうとこあたりが、やっぱり難しいところなのかな。うん。まあ、天体望遠鏡って、ちっちゃいものでもよく見えるかっていうと、そうでもないんです。これだけはっきりときます。だから、中途半端に小さいものだったら買わん方がいい。双眼鏡の方がいいです。まあ、だから、例えばですね、屈折望遠鏡だったら、やっぱり8センチは欲しいし、反射望遠鏡だったら15センチのレンズですね。だいたい倍だと思ってください。で、値段は、15センチ、ぐらいでもそんな安いですから。あと、慣れた人は経緯台でもいいです。これは重要ですよ。慣れた人は、赤道儀じゃないです。経緯台でもいいです。で、赤道儀でも、天体写真はすごくよく撮れますし、もしかして重要なのは、自動追尾装置とか、自動導入装置が入っているものが初心者向けなんです。いいですか？だから初心者向け入門機って、変なさ、なんか細長いね、筒が、なんか変なちっちゃな台についてるの。これやめた方がいいですね。すぐ、月見て、ようやく土星一回見て、木星見て、うん、火星見て嫌になって終わります。うん。だから、天体望遠鏡の選び方、買い方っていうのも実際にはそこら辺難しくて、そうだな、いくらぐらいをめどにしたらいいかな。実際は、中型の導入機だったら10万円から15万円くらいあれば相当いいのが買えるので、ただもうこれも日本メーカーだと思わないですよ。外国メーカーとか。まあ、10万円から15万円ってビクセンでもいいかもしれないですね。反射です。必ず反射。屈折はがっかりします。はい。で、屈折と反射が、昔は入門機で屈折が使いやすいって言うけど、これ嘘です。ね。天井付近屈折だともう、なんだろうな、成立プリズムがないと見れないわけだし、ね。導入難しいし、そんなバカなことはないですから、うん。やっぱり反射の導入機を買った方がいいってことですね。ああ、言いたいほど言った。本当は冥王星の話もしたかったんですけど、やっぱりこのとこはね、やっぱり星が見える時期なんで、見えるための望遠鏡。ね、双眼鏡以上のものを買うんだったら、双眼鏡のレンズよりも絶対大きいのじゃないとダメと、分かってくださいね。5センチの双眼鏡、8センチの双眼鏡、それより小さい望遠鏡なんて、何にもなりませんからということで、これで終わりにしたいと思います。さあ、皆さんどうも、まだまだ星を見る機会がありますので、楽しんでみてください。私もどっかで見たいと思います。それでは、どうも、さようなら、どうも。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。